AMD 資料館へようこそ。The Angiogenesis Foundation がお送りするこのアニメーションでは、進出性 AMD が視力の低下を引き起こす仕組みについてご説明します。過励黄斑変性は、網膜の中心部である黄斑の劣化を引き起こす疾患です。網膜は眼球後部にある光を感知する器官です。黄斑は網膜の中でも、 光自用体が最も多く集中している部位で、細部を認識し、正常な中心子を保つために必要な器官です。中心子は、読書、運転、顔の識別など、日常生活を送る上で重要な役割を果たします。黄斑はいくもの特殊な細胞によって作られています。光自用体は、網膜上皮細胞、 RPE と呼ばれる細胞の層の上にあり、この層の下にはブルフ膜という薄い膜があります。ブルフ膜のさらに下に位置するのが脈絡膜です。脈絡膜は毛細血管の網になっており、黄斑に酸素と栄養を供給します。老化が進むと RPE 細胞層や周辺組織から出た地理状のゴミがブルフ膜の上や中に蓄積します。 この再編はドルーゼンと呼ばれる沈殿物を形成します。ドルーゼンは初期の萎縮性 AMD の最初の兆候であることが知られています。蓄積したドルーゼンは炎症を引き起こします。炎症を起こした細胞は網膜に集積し RP e 細胞とともに血管の異常な成長を流す成長因子を分泌します。ここで放出される主な成長因子は血管内皮成長因子、 バジェックと呼ばれます。バジェックタンパクは脈絡膜に拡散し、異常な血管の成長を促進します。この現象は血管新生と呼ばれ、新しい血管は脆くなったブルフ膜内へ入り込み増殖します。この過程により、萎縮性 AMD からより深刻な浸出性 AMD へと進行します。新しい血管は非常に漏れやすく、 体液や血液が黄斑の隙間に入り込む原因となります。体液がブルフ膜と光受容体の層の間に蓄積すると、正常な視力に必要とされるデリケートな神経が傷つけられます。これを治療せずに放置してしまうと、出血により瘢根組織が形成され、治療が不可能な視力の低下につながります。1枚目の写真は正常な視界。2枚目は、 進出性 AMD に侵された目による視界を再現しています。進出性 AMD が進行すると、中心視が著しく低下し、読書や運転、顔の識別といった日常動作を困難にします。この疾患を早期に発見し、貴重な視力を守るために、一人一人が取るべきステップを学びましょう。